皆さん、こんにちは。ティーンダーのミラクルボーイ、キングトクです。京都の道の駅どんどん言います。京都市にある、ウッディ京木。こういう、納豆餅美味しそうですね。海の京都、宮津、宮津市にあります。これ、海に近いです。浜の橋立て一番近い、絶景かな、絶景かな、お魚キッチン宮津も営業してます。お茶の京都、南山城村にあります。その初の道の駅だそうです。お茶が美味しいですよ。ガレリア、亀岡市にあります。こういう、障害学習を後押しする場所、こういう施設もいいですね。道の駅京丹波町にある京丹波はじめの里、うまいんです。むむ。道の駅南端市にある京都新光越村、こういう高速道路の近くにあっていいですね。久美原三海金ですね。日替わりバイキングが美味しいですよ。これはね、食べたいですね。鹿肉、イノシシ肉、何でも食べたいです。シルクの町会はこれ与謝野町にあります。こういう美味しいものが満載です。スプリングス日吉、これ南端市、これ温水プールいいですね。温泉あって泳ぎたい。丹後王国、食の都、食はもちろん体験、アトラクション、ホテルまで何でも添え踏み。京丹波町にある丹波マーケス、こういうショッピングもいいですね。天気的丹後、これ丹後ちりめん、美味しいものや地場製品コーナーが満載。道駅なごみ、京丹波町、ゼリー、味噌、豆腐、ユーティリティあるものばっかり、バーベキュー、あずみの塩焼きも食べます。農食の里、薬の、こういう福知山市の道の駅、漆塗り体験もできます。船屋の里、伊根町にありますね。はい。こういう海の湾もいいですね。舞鶴湖トレトレセンター、魚が、トレトレトレ、大きな魚、トレトレ、トレトレトレ、大きな魚、トレトレ、はい。京丹波町にある、水穂の里、さらびき、食事、買い物、宿泊、スポーツ、ユーティニティある道の駅、畑しめじ、椎茸など、キノコも添え踏み。南端市にある宮山ふれあい広場、こういう広場もいいですね。広場いいね。はい、というわけで京都の道の駅でした。バイバイ。